はい、皆さんこんにちは、トミーです。今回もアロマテラピー検定1問1答シリーズご届けをしていきたいと思います。今回は2級編ですね。1級編も、また作っていきますのですいませんが、1級を受けられる方は、2級も入ってますので参考にしてほしいなと思います。はい、また100問まで頑張っていきたいと思いますので、あと1ヶ月ほどのお付き合いよろしくお願いします。まあその方、5月9日の試験以降もやるかどうかわからない、わからないんですけども、まあやっていきたいと思います。はい、タイトルが圧搾法ですね。はい、これについてピックアップした動画というか動画がまだなかったと思いますので、ちょっと作ってみました。では問題に行きましょう。それでは、問題文に行きたいと思います。圧搾法について誤っているものを一つ選びなさい。はい、選択肢いきます。 A が花皮を絞って精油を抽出する方法である。 B は主に柑橘類の精油に用いられる。 C ですね、自然のままの香りが得られ劣化も遅い。D が雑菌が入る可能性があるという4つの選択肢でございます。分かりやすい選択肢も2つほど入れているんですが、あとの2択ぐらいでもしかしたら迷うかもしれないですね。はい、結構分かりやすい内容で作ってます。2級編の問題ということで、簡単に、してスレスレのラインで作ってみました。はい、ではちょっと考えていただきまして答えに行きましょうかね。はい、答えはですね、C の自然のままの香りが得られ劣化が遅いというのがデメリットなんですけれども、これが間違っておるということですね。はい、間違っている該当の文章が劣化が遅いというのが間違っております。はい、自然のままの香りが得られるっていうのは合ってるんですね。はい、なので、ほぼ合ってるんですけれども、劣化が遅いというのが、ここが間違いですね。はい、では復習ということで、圧搾法について勉強していきましょう。キーポイントの解説です。主に柑橘類の精油に用いられる、ここは正しいですね。はい、柑橘類といえば圧搾法でございますね。はい、逆に、その他の、果物類というか柑橘類以外の精油はこの圧搾法は使いません。ここで、覚えやすいかと思いますね。はい、で昔は、手でね、絞ってスポンジで吸わせていました。原始的な方法でしたが、現在は機械で、ローラーで圧搾して、遠心法でぐるぐる回して水と、分離して、精油を抽出しております。はい、で水蒸気蒸留法はですね、熱を加えるため成分が変化してしまう果物に適さないんですね。水蒸気蒸留法は水蒸気にして熱を加えますので、この果物類は圧搾法でないと抽出ができないということで、こういうことをしているということです。はい、で自然のままの香りが得られるのがメリットですね。はい、なんですけれども、天然のやり方である分ですね、絞りかすなどの不純物や雑菌が入る可能性があるということです。はい、現在のね、テクノロジーが進化した機械ではですね、そういったことはほぼほぼないと思うんですが、一応他の抽出法に比べるとこういったデメリットが存在するということです。あとは劣化が早いことが、他の精油に比べると、デメリットということですかね。これもそこまでね、気にする必要ないかと思うんですけども、劣化が早いというのが一応、書いてありますので、押さえておいてほしいポイントでございました。はい、では、圧搾法について、ここまでね、振り返っておけば問題ないでしょう。はい、最後までご覧いただきありがとうございました。また続いての問題でお会いいたしましょう。See you next time. Bye bye.